では原監督に伺います。まずルーキーの赤星にプロ1勝目がつきました。今日のピッチングをご覧になっていかがでしょうか。いやもう見事だったと思いますね。リズムもいいですしね、まあ球種が多いということもね、やっぱり左バッターの胸元にまっすぐもね放れてますし、非常に、まあ、相手バッターはやっぱり印象としては手強いなという印象があったんじゃないでしょうかね。7回にしてんですけれども、5回まではわずかヒット1本と非常にテンポよく投げている印象がありましたね。そうですね、非常にこうテンポ、全て、まあ、先発ピッチャーとしてね、まだまだスタートしたばかりですけど、いいところを持ってますね。そして援護する打線は初回から永田の満塁と非常にいい形でアシストしました。まあ、よくつないでね、そしてまあ翔がこのところかなりストレスが溜まってね、まあ、練習でも一生懸命やって、まあ、それが結果出たというのはね非常に大きいと思いますね。岡本にも1本出ましたし、それから7回がビッグイニング、これが大きかったですね。いやそうですね、よくまあつないだ状態でね、まあ、ウィーラーの打球に対してファーストランナーがやっぱりリードオフからのスタートというね、政治がセーフになったわけだからセカンドで、相当やっぱりまあ走塁をスタートしたというところですね。これで2カード続けて3連戦3連勝という6連勝になりましたが、いい形で広島に向かいますね。まあ本当にギリギリの状態でね、まあ、よく粘りながらね、最後はまあ勝ちというものをね、まあ、取ることができているというだけでね、やっぱりもう、紙一重だというふうに思います。当然、遠征に出てもね、カープ戦でも同じだと思います。はい、ありがとうございました。中監督でした。